どうもこんにちは、うつででございます。これが3回目の動画の解説になりますかね。どんな本でも大量に読める速読の本の、まあ、その30分でね、どんな本でも速読できるっていう、まあ、そこで具体的な手順を解説していますけども、まあ、それをまあどんなふうにやってるのかっていうことをね、この動画で紹介させてもらってますが、まあ、最初にまあ目次読みっていうことで、次2回目がまあ初めに、と後書き読みみたいなね、そんなところを紹介させてもらって、まあ、それがだいぶ1月以上ですかね、もうちょっと空いてしまったんですけど、まあ、ちょっと風邪をひいてしまってたこともあってですね、まあ、だいぶ治ってきたので、今回収録しています。で、まあ、ブログの方でもね、いろいろまたコメントとかいただいてまして、まあまあ、やっぱ本文読みってどう、本文じゃあどう読むんですかみたいなね、見出しとかをパッパ見るとか、目次をまあ眺めるのは分かるけれども、じゃあ本文どう読むんですかみたいなね、そんなご質問もあったりして、で、あとはまあ、なんていうんですかね、まあ、分かんない、まあ、あんまりこう、知らない分野の本ですね。まあ、今まではその、鈍速、まあ、どんな本でも大量に読める速読の本をまあ、例に、読んでたもんですかね、まあ、これ私が実際に書いた本ですからね、中身よく知ってるんで、じゃあ全く知らない本でじゃあどんな風に読むのみたいなね、そんなとこもあったんで、まあ、今日はそこも含まえて、まあ、本文読みっていうところ、まあ、どんな風にするのかっていうところを、まあ、簡単にですね紹介したいと思います。ですね、まず、まあ、ブログでもね、あの先日、まあ、もうだいぶ前になりますけどね、理系科目の高速大量回転とか数学の話とか出てきたんでね、私数学非常に苦手というか、まあ、数学の本なんてほとんど読まないんですけどね、まあ、図書館でちょっと最近、昨日ちょっと図書館行ってね、あの借りてきた本があるんで、まあ、この数学を哲学するっていうんですかね、まあ、哲学っていうのも別に私専門でもないんですけどね、まあ、なんか数学を哲学ってちょっと面白いかなと思ってね、とりあえずあの借りてきた本があるんでね、まあ、じゃあこれどうやって読むのかみたいなね、そんなところを、今やりながら、まあ、本文もじゃあどう読むのかっていうところも、ご紹介したいなと思います。まあ、例えばですね、これ数学を哲学するっていうね、こういう本で、まあ、まあ、英語ではね、これ Thinking About Mathematics っていうふうに書いてますね。数学について考えるっていう、まあ、で副題ですかね、 The Philosophy of Mathematics って数学の哲学っていう、まあ、そんなタイトルがついてますね。何なんだろうみたいなね、数学も哲学もそんな知らない人間にとってはあれなんですけどね。で、まあ、これもうまあ、今日、まあ、本文読みのとこですけど、まあ、どうやって読むかっていう、まあ、知らない分野の方をどう読むかっていうこともあるので、まあ、それをどんな風にするかっていうことですね。まあ、これ、まあ、これ翻訳本ですね、これはね。そういう意味で、まあ、取っかかりとしては、その翻訳者の後書きとかね、そんなとこも使えるんですけど、まずはね、目次なんですね。まあ、目次なんですね。で、目次、まあ、ちょっと 見ますかね。まあ、こういう目次が何ページですかね。3ページほどですね、そんな長くないですけどね。でもう非常にちょっと見えます。まあ、第1章はね、数学の何が哲学者にとってそんなに興味深いのか、ね、第2章は問いと答えの雑多な説明みたいなね、そんな話になってますけどね、もうそれだけで何のことやらわからないみたいなねところです。まあ、これあの、まあ、ここにも第1部展望ってありますよね。これまず目次、これ第2部歴史、第3部ビッグスリー、第4部現在の状況っていう感じですかね。まあ、ブーっていうのはこういうのありますよね。まあ、こういうのはもう最初にざっくりこうブーですよね、展望。まあ、これも、まあ、今も音読しましたけどね、まあ、こういうのはそうなんだなみたいな、こんな感じですね。まあ、前も目次読みでやりましたけど、こんな感じで、ああそっかみたいなね。で、まあ、ゆっくり読んだ方がこんなんええんちゃうのって話もあるんですけど、まあ、私の場合は回転させて、まあ、何ですかね、こう展望、歴史、ビッグ3、現在の状況ってこう見ながらこう繰り返しやって、まあ、実際には頭の中でね、音に頭の中で勝手に音になって読んでるとは思うんですけどね、まあ、この方がまああれで、あそうなんだみたいなね、まあ、こういう、まあ、これをものの30秒か1分やると、なんとなくこう4つの箱ができるじゃないですか。まあ、展望、歴史、ビッグ3、まあ、もちろん音読してもね、別にそれはあれかもわかんないですけど、こうやって、まあ、そうなんだみたいな感じでこうね、まあ、読むわけですよ。でそうすると、あの1部、2部、4部、3部、4部だ、4つなんだなみたいなところもどっかでこう回転してくるわけですね。でそういう中で、まあ、やおらこう1章とかね、そこに行くわけですよ。でさっき言いましたけど、数学の何が哲学者にそんなに興味深いのかみたいなね、これもこんなんかも入ってきますよね、なかなかね。で、あそうなんだみたいなね。でこれも章もパッパッと見てもほとんど残らないですよね。問いと答えの雑多な寄せ集めみたいなね、第2章の、まあ、何のことやらさっぱ分かんないですよね。
で第3章はプラトンの合理主義、そしてアリストテレスみたいな。プラトンとかアリストテレスってなんとなく名前馴染みがあるじゃないですか。そうするとまあそれだけでもね、あそうかみたいなね、あのあれで。で第3部ビッグスリーっていうことでね、論理主義、形式主義、直感主義とかなんかあってね、まあまあなんとなくこう小レベルはなんとなくこうこれでまあ 1,2 分やると、あなんかそうかプラトンかとかカントと見るかみたいなね、論理主義とかも全然わかんないですけどね、フレーゲ、ラッセルとか結構名前出てきますね、人の名前が出てきてますなっていう、そういうのはなんとなくわかりますね。でまあ4部も虚無主義とか構造主義、そういう言葉があって、でこの章の下にはこのもう一個見出し一つついてますね、この目次、引き付け合う力、数学と哲学ね、そういうところもまあ、まあ、5分ぐらいあればね、なんとなくこう、あそういうことなんだみたいな。で結局こうやって目次を読むっていうことは、まあ普通こんな、まあもちろん数学好きな方、哲学好きな方はねこういうのをさっと読めると思うんですけど、まあ苦手な方とかそんなね、こんな結構分厚い本ですからね、これ翻訳書でね、400ページぐらいの本ですから、もう持っただけでこうなかなか読む気にならないのを、まあこうやって目次をやってるとなんとなくちょっと馴染みが出てくるみたいなね、目次読みのところでも解説した通りですけど、まあそんな風にしてやっていくということです。でだからこれ別に読めたわけじゃないですよね。でまあ次は前書きや後書きみたいなところでやるんですけど、まあこれ初めにっていう感じですかね、日本語版への序文っていうのもあったりしますけど、まあ初めにみたいなところを読むわけです、ね、初めにっていうところで、これが何ページですかね、5ページありますね、5ページある。でまあ最後の方、4ページ目以降はもう社辞ですね。よく翻訳本はもうこれ定番ですけどね、もうこれ協力してくれた人の名前がずらーっと結構ね1ページとか2ページまでって書いてありますね。でまあまあ読んでももちろんいいですけどね、あんま読まないですよね、読まない。でまあそうすると初めにっていうところで、まあ3ページちょっとですかね、3ページ半ね、まあ、横組なんでね、縦の方がまあ読みやすいですけどね、どっちかっていうとね。でまあこれ見出しもないですから、こういうのパッと読むっていうことですね。まあ例えば初めで数学の哲学っていうことですね、まあこれは副題の通りですね。でまあこれまあ初めにとか前書きですけど、まああるいは本文読みとほとんど変わらないですよね、まあ、こうやって見るわけですよ。でまあこれ本文読みもそうなんですけど、要するには本文読みっていうのは基本的にはこうスッと読めればそれでいいんですよ。スッと読めていけばね、まあスッと読めていけばっていうか、あの頑張らないでふーっとこう読めれば、まあ、それでいいんですよね。そうするとスッと読めて興味を持ってパーって読んでる時っていうのは、あの音にしないとか分かろうとしないっていう、そういう読み方に結構なってると思うんですね。でもちろんそれをさらに意識していくっていうことですね、音にしないで分かろうとしないで、で今までよりも、まあ、皆さんの今までよりも回転をするっていう発想ですね、スッと読めるのをもっとその音にしない、分かろうとしないっていうのを意識することで、もう少しスピードを上げて、ただし回転するっていう、何回もこう見るっていう感じですね。そういうのを意識するってことです。で例えばこれ初めにっていうところをパッと見るおいてはね、まあ非常にこう読みにくいですよね。まあこういうの分かるか分かんないですけどね、まあこれ普通にはやらないですけど、音読すると、この本は数学についての哲学書であると。これパッと見た時に、数学の哲学書っていうのはパッと見ただけである程度も音にしないでも分かるっていう感じですね。この本は数学についての哲学書である、非常に短い文章ですよね。でこういうのはあるわけです、さっと読めて、でも後の方はねもう読む気があんまりしなくなってくるんです。初めにでもありながらね、この主題となる対象は何かとかね、数集合、点線、関数等々はないか、それから意味論的問題から数学的言明とかね、固い言葉できますね、言明、言葉を明らかにするとかね。でこういうのをでだからこういうのをちょっと読みにくいなと思って、普通ここでゆっくり止まるところ、まあ、これ本文でも同じなんですけど、そこせずになんかこう止まりそうになったらさらに先進んじゃうっていう発想なんですね。でもうこの辺とかざっと1ページ目とか何とか読む気しないので、こうパッと見るだけですね。こう、あ、すぐに哲学書なんだみたいな感じで、ああなんだなんだなって。で次に本書は呼ぶ立てになってるってね、さっきの文もありましたが、まあ、こういうのは馴染みがあるから、あの音にしないでパッとこう読めるわけですよね。で読めると分かるわけですよ。でまあこれ文の全体の構成だなってことで、さっきの目次である程度分かったものがこう初めにみたいなので結構分かってくるみたいな、ね、でそういう中でこう、あそうかと。でこれだけですよね、まあ、ここ その感謝のところとか飛ばしてますから、もうほとんど3ページ4ページなんで、まあ、そうなんだみたいなね、でこうすると目次のあれのことで、初めにで、あそうか、それが哲学書なんだっていうことで4部なんだと。こうやって眺めていくと、だんだんちょっとね、あの引っかかってくる言葉が出てくるわけですよね。で、
あ、そうか、その方法は何か、このさっきの最初ちょっと読む気がしなかったところも、ああそうか、こういう問いを投げてるんだみたいなね、何を意味するのか、何かとかね、知られるのか、その方法は何か、観察論が張り込んでくるのかとかね、心的な数のそういうなんていうんですかね、要するにいろんな問いかけがあるっていうのがね、何とか、あ、何なのか、あ、そういう、あ、なんか問いをしてるんだなっていうのがだんだん見て、まあ、今音読しましたけども、こういうのも、まあ、音にしないでこうパーッと見る中で、あ、なんか、あ、そういうことなんだっていうことで、なるほどねという感じでこうだんだん読めるようになってくるんですね。これを何回かやってると、そういう形でこう初めになんかも読む、これ回転しやすいですね、こういうのはね。だから前書き後書きっていうのはそういうやりやすいということです。ね、もうこれでちょっと10分ほど過ぎちゃいましたけどね、もうちょっとだけいきますんで、ちょっと長くなって申し訳ないですけど、で例えばこれで、あ、そういうことなんだっていうことで、でまあ本文に入っていくわけですね。でまあ本文入る時もこう見出しだけをこうとりあえず眺めるっていうかね、こうやってめくっていくっていうことを、まあ、やるのも、まあ、まあおすすめですよね。で結構この本ね、今見てるとね、見出しが結構少ないですね。 4,5 ページに1個ぐらいですかね。でまあこういうのっていうのは見出しだけでやってね、で結構横組みっていうことと分厚いので、なかなかめくりにくいですよね。めくるのでさえね、こうやってめくっていくとね。 でもさっきも口で見てることなんで、あ、なんだなっていうのとですね、あとこうやって見出し見ながら、やっぱりこうカタカナの文字が結構入ってきますね。カタカナの文字がね、まあ人名ですね、人名、まあそういうのがなんか入ってくるなというな感じでこう見て、まあ今こう第1部だけで60ページですね、60ページ、まあ結構な、まああれになりますけど、でまあ次歴史のとこもこう見出してあげ見てもいいですけど、まあまあ最初の時はこういう本で馴染みがなければ、もう一回こう第1部の60ページだけをこうもう一回こう見出しだけでも拾ってみるみたいなね、そんなことをやったりします。でこうやって何やってるかっていうと、さっきも言いましたけど、こう本を読もうという気になるかっていう、楽に読もうという気になるかっていうことですよね。だからそういう形でやると、で例えば第1章で引き付けや部屋で哲学者たちはうんうんってありますよね。でこういうのがまあじゃあ読もうかって気になれば読めばいいんですよ。読めばいいって、でじゃあどう読めばっていうね、その技術とかっていう、まあどっち結局は音にしない、分かろうとしないっていうことで、読んでいけばいいっていうことですね。読んでいけばいいって。で、まあ、そこで、まあ、音読しだして、全くしないんですかとか、ゆっくり読まないんですかっていうことを聞かれますけど、別にそんなにこだわる必要ないと思うんですよね。まあ、ゆっくり読みたければ読んでもいいと思うんですけど、ただ、ゆっくり読んでも、その時分かったつもりになるんですけど、あとでね、あんまり関係ないんですよね。ゆっくり読んで、時間をかけた割には、分かってないことが多いので、まあ、自分はあんまり進めないですけど、でもまあそんなにそこにこだわるっていうよりも、とにかく楽に読めるかってことです。楽に読めるようになるかって。で、楽に読めないんだったら、そこで頑張るよりも、ちょっと先をまた読んでみて、また戻ってくるっていう。そうした方が楽に読めるっていう風な環境を作ってるわけですよね。で、そして読めるようになってくればいいってことです。で、例えばこの本なんかね、